2024年3月19日午前3時日本時間午前10時までに調べたウクライナ最新戦況です。ハイライト、戦況図の説明が終わった後に注目したい事柄、トピックスをお伝えします。本日予定のライブですが、近藤、体調がなかなか戻らず、戦況動画を上げるのが精一杯の状況でして、お休みとさせていただきます。誠に申し訳ありません。なんとか体調を戻して、復帰したいと思っています。3月18日のハイライト。3月18日、日中は前線で、合計56回の戦闘が発生しています。ウクライナ軍のドローンを使った戦略爆撃は依然続いていますが、18日は石油関連施設への空爆は確認されていません。詳しくは爆発・炎上のコーナーで。アウディーユカ方面とマリンカ方面で激しい戦闘が続いています。ロシア軍は損害を多数出していますが、わずかしか前進できておらず、前進した地域もウクライナ軍が撤退した地域ですので、戦闘で勝ち取って前進という感じではありません。詳しくは地域別戦況報告で。戦況に大きく関わる天候に関する報告からです。2024年3月18日から19日の天気予報では、西部及び北部地域で小雪やみぞれが見られ、南部及び東部地域ではにわか雨が予想されます。風は北東から東にかけて吹き、速度は3から8メートル毎秒です。最低気温は3度となっています。気温が上がりつつ、雨やみぞれが降ったりしますので、東部の北側、クピャンシク方面、スバトベ方面、クレミンナ方面などは特に、足元の状態は悪い状況が続くでしょう。ロシア軍の損失に関わる報告、ウクライナ軍参謀本部提供、ルッカースタジオ google.com。亡くなった兵士の数810名。7日間平均939名、航空機を含めた損失額は8014万ドル相当と推定されています。地上装備の損失は146台、7日間平均の損失台数は107台となっており、主要兵器の損失数は無人機36機、戦車19両、砲34門、多連装発射機0門、装甲車両17両、非装甲車両68両、対空システム0台となっています。ドローンの撃墜が、オーク36機がウクライナ軍により破壊されています。戦車も、珍しく19両が破壊されています。空爆に関する報告、ウクライナ軍参謀本部提供。3月18日、ウクライナ軍の陣地や様々な居住地に対して、ロシア軍による空爆が55回、ミサイル攻撃が5回、多連装ロケットシステム、MARSによる攻撃が60回行われました。これらの攻撃により、残念ながら民間人の間に死傷者が出ています。ロシア軍の空爆が低調となってきており、地上部隊の足場が悪く、攻撃に適さないので、航空支援も控えているのでしょうか。理由ははっきりしません。3月18日、ウクライナ軍の空爆は、ロシア軍の集結地あるいは、基地に対して6回実施されました。長距離打撃兵器に関する報告、ウクライナ軍参謀本部提供。3月18日、ウクライナの長距離ロケット、ミサイルなどによる攻撃は、
対空関連目標に対して1回実施されました。ロシア側での爆発炎上。ボロネジ市内に対してもウクライナ軍のドローン攻撃があったようですが、被害の詳細などは不明です。映像ではドローンの破片が道路上に散乱しており、撃墜された可能性もあります。ベルゴロド市内でも依然ドローンと砲撃が行われているようです。ベルゴロド市内ではロケット工場が攻撃を受けています。工場内の映像がありますのでご覧ください。屋根に着弾して、屋根に穴が開いて、破片が工場内に散乱したようです。大きな被害ではなさそうですが、一時的に操業がストップしています。工場は目標が大きいので、外すことはないでしょうが、完全に破壊するのも難しいでしょう。ただ攻撃を続けることで操業を妨げ士気を落とす効果はあると思われますので、できれば継続した方がいいでしょう。次に、戦況について、戦況図を使ってご説明します。東北方面。この方面で、ロシア軍は国境地帯の20の集落を砲爆撃し、民間人に被害が出います。ロシア自由軍団をはじめとするロシア反政府軍は、依然ベルゴロド州内で作戦を継続しています。ロシア軍は、未だこれらの小部隊を駆逐できずにいます。クルスク方面に侵攻した部隊については、情報が入っておらず、ロシア軍に撃退された可能性もありますが、現状では不明です。ベルゴロド州方面の拡大図に移動します。ゴルコスフスキー村は、激しい戦闘の末、ロシアの国境警備隊を駆逐し、すでに反政府軍に占領された模様で、さらに進軍している可能性が高いです。コジンカ付近でも戦闘が続いており、ロシア軍はこの方面には増援を送って支えているようですが、損害が出ているようです。スポダリュシノでも戦闘が続いており、ロシア国境警備隊が応戦して反政府軍の進撃を阻んでいるようです。クピャンシク方面。この方面でロシア軍はシニキウカに対して3回の攻撃を行い、ウクライナ軍の防衛線を突破しようとしましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。スバトベ方面。この方面では、ロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに、情報がありませんでした。クレミンナ方面。この方面で、ロシア軍は、テルヌイに対して陣地を突破しようとして、4回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。攻撃に失敗して破壊されたロシア軍の戦車、
T-72 の映像です。それにしてもロシアの戦車はよく燃え、よく爆発します。シベルシクリシチャンシク方面、この方面ではロシア軍の攻撃、ウクライナ軍の反撃ともに情報がありませんでした。足場がかなり悪く、攻撃側は防御側に身をさらす時間が長くなりますので極めて不利です。足場が良くなるまで今後も攻撃は低調でしょう。東部バフムト、アルチェモスク方面、この方面でロシア軍はイバニウシケ、クリシチーユーカ、アンドリーユーカに対して計7回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍はチャシウヤール一帯のウクライナ軍要塞陣地帯の攻略を目論んでいる可能性が高く、そのためにはボフダニウカ、イバニウシケ、クリシチーユーカ、アンドリーユーカを占領する必要がありますので、足元が固まれば総攻撃に出る可能性があり要注意です。東部ドネツク市方面、北側、この方面でロシア軍はベルディチ、オルリウカ、トネニケ、ネベリシケに対して計7回の攻撃を行い、ウクライナ軍陣地の攻略を目指しましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。しかしオルリウカとトネニケでロシア軍はわずかに前進することに成功しています。ウクライナ軍はロシア軍に損害を負わせつつ、徐々に川向こうの陣地に撤退しているものと思われます。ロシア軍は他にオチェレテネ、ノボバフムチウカ付近に空爆を行っています。東部ドネツク市方面、南側、この方面でロシア軍はクラスノホリウカ、ヘオルヒウカ、ノボミハイリウカに対して航空支援を受け、計21回もの攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍はアウディーウカ攻略後はこの付近での攻勢を強めており、繰り返し機械化部隊による攻撃を行っていますが、毎日大きな損害を出し続けています。装甲車両の損失はこの方面だけで毎日20両以上発生しており、この方面道路沿いにロシア軍の残骸が無数に転がっています。ロシア軍は他にパラスコビウカ、コスチャンテニウカに対して空爆を行っています。南部ザポリージャ州方面、ベリカノボシルカ攻撃軸、この方面でロシア軍はスタロマヨルシケとウロジャイネに対して計4回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。ロシア軍は他にベリカノボシルカに対して空爆を行っています。オリヒウ、オレホボ攻撃軸、この方面でロシア軍はロボティネに対して5回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部ヘルソン州方面、
この方面でロシア軍はクリンキ橋東歩に対して3回の攻撃を行いましたが、攻撃はすべてウクライナ軍守備隊により撃退されています。南部沿岸域およびクリミア半島についての戦況。この方面で報告すべき情報はありませんでした。次に注目したい事柄です。ベルギーは装甲救急車の購入、偵察用無人機の共同購入、約300台のリンクス車両とベルギー在庫からの弾薬を含む4億1200万ユーロ相当のウクライナへの新たな軍事援助に合意した。ベルガニューサージェンス EU の記事からです。この中にリンクス車両とありますが、これはドイツ、ラインメタル社のリンクス歩兵戦闘車のことと推定されるのですが、日本円で700億円弱の軍事援助で300両も購入できるとは思えません。また、リンクスは各国に提案されていますが、選定においてオーストラリアでは韓国の K21 ごときに敗退しており、スロバキアやチェコでは CV9030 に敗退していますので、性能面と価格があまり釣り合ってないイメージがあり、それなりの価格だと思います。現時点で導入国はハンガリーのみで、ドイツ国防軍も採用していません。日本が導入を決定した装輪式のパトリア装甲兵員輸送車でも8億程度とされていますので、装機式のリンクスがそんなに安いはずがありません。装機式の方が装輪式より価格は概ね上です。したがって、700億円程度で300両も導入できるとは思えません。よって、この記事は何かおかしいです。金額がおかしいのか、数量がおかしいのか。韓国国防部の発表によれば、北朝鮮が昨年以来、弾薬やその他の軍事装備を積んだ約7000個のコンテナをロシアに送ったとしています。一方、北朝鮮は軍事支援の見返りに9000個以上の援助コンテナを受け取った可能性が高い。北朝鮮が欲しているのは食料と燃料であり、ロシアの軍事技術ですが、コンテナであれば食料は大量に送られた可能性があるでしょう。燃料はコンテナでは送らないでしょうが、タンクで送った可能性はゼロではないと思われます。この取引で北朝鮮がどこまで息を吹き返しているのか、未だに詳細ははっきりしませんが、北朝鮮の地方では依然として厳しい生活状況が続いており、改善の兆しはなさそうですので、上層部と軍に送られ、そこで止まってしまったのかもしれません。ドイツ政府はロシア大統領選挙の正当性を認めないと発表した。ドイツ外務省のセバスティアン・フィッシャー報道官は、外務省はプーチン大統領に言及する際、文書や公式通信で大統領という役職を明示するつもりはないと述べた。ネクスタテレビの報道からです。今後、プーチンは大統領と呼ばれず、プーチン氏になるのでしょう。日本はどういう態度を取るでしょう。誰がどう見ても公正な選挙ではなかったと思います。こんな茶番を堂々とやって恥ずかしくないのでしょうか。お酒好きが多いロシア人にとってはダメージが大きいかもしれません。ロシアのビール醸造業者は、小売チェーンに対し、4月からの価格を平均8から15% 値上げすることを発表しました。ロシアは戦争経済に移行しつつありますし、
経済制裁の影響で物価が上昇を続けています。戦争経済体制は一時的には好景気をもたらしますが、長くは持たないと思われています。ただロシアは食料と燃料は売るほど持っているので、国民が飢える可能性は少なく、贅沢を望まなければある程度の期間は耐え忍ぶ体力はあるでしょう。問題は国民がそれで納得するかということになるかと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。